どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日の動画はこちらですよ。ファロジーのポータブルスピーカーファンバースでございます。さあこちらはですね、1万円以下で買える低音がめっちゃ効いたスピーカーということになっています。ご依頼いただいたのでビシッと作っていきたいんですけれども、例のごとく何でも言っていいよということなんで、ビシッとこちらを開封して他のところとも比べてどんなもんなのか、本当にいい音なのか聞いてみたいと。でこれは低音が効いていて、20から 20kHz、 人間の波長音域ですよね、そちらをビシッとカバーしてるっていうことなんで、低音といえば某 B 社、そちらも有名なのでね、そちらとも比べていきたいなというところでございます。さあ果たしてこれが本当にいい音なのかどうなのか、これから皆様と一緒に開けて詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけでこちらがファンロジーのポータブルスピーカーファンバスです。開けていきましょう。さあ出てこうよー、ぷーん、こんな感じ。あ、なんか入ってるわ。こんにちは、プロジェクター専門のファンロジーですっていうことで、ありがとうございます的なものがいろいろ書いてあるんだけど、手書きっぽいな。すごいね、ちゃんと手書きで書いてくれんだね、嬉しいな。お、なんかいろいろ入ってるわ。電源と外部入力用のケーブルですね。スピーカーにつけるベルト的なやつ。そしてこちらが本体でございます。こんな感じだわ。すごいおしゃれだねこれ。スイッチのオンオフとかボリューム、そしてサブウーファーとかですね、こういう風に手で動かせるっていうのは非常にデジタルとアナログが融合してていい感じ。横はファンロジーっていう風に入っていて、ストラップが付けられるようになっています。後ろ側に電源、 USB、 外部入力などもろもろありますね。あ、ここでなんやら細かいボタンもあるんだ。低音強調するように穴も開いています。すごいしっかりしてるなこれ。でストラップをつければこのように持ち運びできるという仕様になっています。すごいおしゃれだから写真映えしていい感じ。部屋のインテリアとしてもいけそうな感じしますね。でも肝心なのは音ですよ。これからどんなもんなのか聞いて使っていきたいと思います。はい、じゃあ聞いていきましょうかね。とりあえず電源挿してあるんですけれども、じゃあスイッチオン。お、なんかピーポーとなってペカペカ光るようになりましたよ。とりあえずじゃあ Bluetooth で聞いていきましょうか。いや、マジびっくり。すごいね。ちゃんと20から 20kHz まで出てますね。かなりすごいわ。グラフ的にもブワーっとちゃんと出ています。この値段でここまでの音域ってなかなか出せないんで、結構ね、出力でかいんですよ。で、それで1万円っていうのは結構いいんじゃないんかなっていう気がするな。ちょっと歌物も聞いてみよっか。欲しくていい感じ。最初ちょっと音途切れたけど、まあまあ全然無線でもいい音なんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあこっちの某 B 社とちょっと比べていきましょうか。
わかるけど低音がやっぱそこまで出ないんですよね。20から 20kHz まできっちり出すっていうのは結構出力がないと難しいです。そう考えると1万円でここまで行くのやっぱすごいなっていう部類に入りますね。出てるねっていうか有線の方がいい音だわ。すごいなこれ。面白かった。でもどんなもんか分かったな。ちょっとじゃあまとめていっていきましょう。いいところ、残念なところまとめていっていくと、普通にいい音しっかり出ますね。20からですね 20kHz 人間が聞こえる音ですよ。過調音域って言われてるところは問題なくしっかり出すことができます。デザイン的にもこのように非常に優れていて可愛いし、持ち運びもできて部屋にあっても非常におしゃれですよね。一見見るとこうスピーカーっぽく見えないっていう、ちょっとしたバッグなのかなっていう感じなんだけれども、ちゃんと音を出すことができる。この操作部分ですよね。アナログ感がありつつですね、ちゃんと直感的にボリュームですとかベース音とかを操作することができます。後ろ側にもですね、ちょっとモードを選べたりとか先送りとかですね、今日の曲をいじるっていうこともできるんだけど、ここは手が後ろなんであんま使わないかなっていうところであるけど、今回は Bluetooth そして有線でも接続しましたけれども、 USB も使うことができるんで、多様な形式に合わせてもですね曲を再生させることができる。 Bluetooth やっぱりどうしてもちょっと劣化してしまうかなっていうところがあるんで、僕個人的にはこういう DAP を使って有線接続で聞くっていうのが一番いい音かなと思います。価格も1万円でここまでの音をしっかり出せるっていうのは非常にいいかなって思います。充電をしっかりすればボリューム 50% 時で連続12時間再生も可能。そうね、残念なところをまああえて言っていくと、防水はないんですよ。デザイン見てもらうとわかるように、室内とか屋内とかね、そういうところで使うようになっています。キャンプとかそういったところに一応持っていくこともできるけど、濡れちゃうとアウトなん でそこだけ十分気をつけていただきたいなっていうところ。場所取っちゃうとか邪魔になっちゃうっていう意見もまああると思うんで、大きさ的にですね、自分の部屋にどこに置くかっていうものもしっかり考えていただいてご購入いただけるとよろしいのかなっていうふうに思います。あ、でもそんなもんかな。非常に音域しっかり出てたんで、気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。いかがだったでしょうか。皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてください。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日、チャオ。